今回ですね、知能爆発というものの現代版と、話を。知能爆発の話、よく出てきてますよね。出てきてますかね。IJ グッドで先生よく。はい、自分で自分を改良してって、自分そう自そ身のう。プログラム書き換えてってさ。でね、まず、それが IJ グッドの知能爆発です。で、IJ グッドが1965年に何を言ったかというと、まあ、将来人工知能ができて、この人工知能が AI のプログラムを書き直す。んで、改善するようになったら、もうそれがおで終わりだと。で、終わりというのは、もう人間のすることはない。なぜならば、AI が自分のプログラムをちょっと改良したら、ちょっとまあ速くなったり、ちょっと賢くなったりしますよね。で、そいつがまたね、次に自分の改良するということになったら、また賢くなっていくよねって。そうするとね、急速に賢くなっていきますよねって。で、これをね、こういう、まあ、シナリオ、ファーストテイクオフと、早い離陸というんですよね。まあ、そういうことを65年に言うだけ。でですね、で、それの現代版を研究してる人が、いて、でね、これが、カール・シュルマンという人なんやけど、で、この人のインタビュー動画をね、まあ私は、見たんだけど、これがね、恐るべきもの。どうするべきものかというとね、パート1とパート2に分かれてて、合わせると7時間なのよ。時間。で、パート1はね、今言った知能増強の話。で、パート2はね、AI テイクオーバーって、AI による乗っ取りのいろんな手法を徹底的に研究してるんだよ。で、まあ、で、この人は何も、ものすごい若い人よ。で、この人はね、ニック・ボストロムと一緒に協調の論文を書いてるわけ。ですから、ニック・ボストロムね、イグジステンシャルリスクと、人類の滅亡みたいなことを研究してるじゃないですか。で、それと協調ですから、まあそういうことを研究してる人よね。で、このインタビュアーがね、まあこれアメリカ人、まあこのインタビュアーの英語の速さで、勉強会で気がしたら圧倒されて誰もついていけない。で、シュルマンの方の英語はわかるんだけど、インタビュアーの英語は早すぎてわかんないんだけど。まあ、ともかく、このシュルマンというのは若い人で、まあ、延滞に、まあ、で7時間だけど、まあ、その半分で3時間分の、動画があって。で、まあ、まあ、私としてもですね、当然のことながら、これを全部見るのは大変だから、例のごとく、チャット GPT に予約させたわけよ。ただね、これがね、なかなかうまいこと言ってるのはね、できたのはね、この前、ヒントの場合に、横のトランススクリプトの文章はむちゃくちゃだって話したじゃないですか。ところがね、これね、このインタビュアーがね、ちゃんと綺麗なトランスクリプトを出してるのよ。で、だからね、ちゃんとした文章になってるの。で、あーとかうーとかね、言うのみたいなものはカットされてるのよ。で、だから非常に読みやすくなってるわけ。で、出すから、この完全なトランスクリプトを、チャット GPT に読ませるんだけど、ね、ここで問題になってくるのは、GPT-4 のトークンの制限ね。まあ、4K。だからね、んなもんね、3時間ものもなんか全然ダメなんですよ。だいたい経験的にってね、20分ぐらい喋った分で、1回ぐらいになるんですよね。まあ、そういうふうにして、それをコピペして、で、それを要約させて、で、コピペして要約させて、そういうのがーっとこうやっていったわけ。だから、結構大変な作業ですね。変な作業。もうね、丸1日かかって、この3時間のものをやったわけよ。もしかで、したら、オート GPT とか、あ、違うわ、あれなんだったっけ。オートコード GPT でイそンれタープリやターとかでできたかもしれない。らせ。いや、オート GPT でしょ。オート GPT 自動化させる。ですね。で、まあ、ともかくその辺やって作業でやったわけ。だからね、
でもね、日本語に翻訳する暇もないから、英語で。で、まあ、で、ここで自分が理解した範囲で話しましょう。で、先ほどの、話はですね、先ほどのっていうのは、アイジェグッドは AI が独自に自分のコードを書き換えるということを想定しているわけよ、うん。で、現状はそれはできない。うん、ね、現状の、チャット GPT なり GPT-4 がね、自分で自分のコードを見て、それをどうこうすることはできない。で、こういうものはね、一挙にそういうところへ行くんじゃなくて、ね、人間と一緒にやると。だから、はい、人間がこの輪の中に入ってくるわけですよ。はい。で、ポイントはこういうことなんだよ。まずね、ハードの側面とソフトの側面があると。ね、現状の AI の進歩を考えたときに、ハードウェアの進歩っていうのが大きいじゃないですか。うん、で、計算が早くできるようになったから、いろんな計算ができるようになったっていう側面が大きいですよね。からソフトの進歩。で、これはまあ、具体的にはディープラーニングとか、さらに言えばトランスフォーマーみたいなものね、が出てきたって、そのソフトの進歩も大きいと。まあ、この両方が関わっておるということをまずはっきりさせるわけ。で、彼はまずハードについて議論し、次ソフトについて議論するわけだけど、ハードで今ネックになってるのは何かと。うんと GPU ですよねって。で、この GPU を生産してるのはどこですかというと、それは生産中か、ごめん。開発してるのは NVIDIA、アメリカですよね。ところがですね、NVIDIA は開発するだけであってやね、作ってるのは、TSMC なのね。つまりこれ台湾の会社ですよね。で、台湾の会社、その TSMC がですね、自分のところのその露光機ってあるじゃないですか。あれを、が作ってるのはね、今度オランダの会社なんだって。うん、だこの三つが、まあ、キープレイヤーなんですって。NVIDIA と TSMC とオランダのなんちゃら中会社ね。で、さてやね、さて、で、その NVIDIA は一番最新のね、一番最新のそういう GPU が H100 というんですね。その前が A100 というんだよね。その前が V100 というんだけど、で、アーキテクチャがこう変わってるわけ。で、H100 はね、設計するのに AI を使ったと言われてるのね。でですね、今 NVIDIA の従業員がいくらか知らん、数千人おるらしいんだけど、で、この人たちが AI を、チャット GPT みたいなものを使ってですね、自分の生産性をアップさせると。うん。そうすると、ね、自分の生産性アップするっていうのは具体的に言ったら、まあ仕事が早くなるということでしょ。な、そうすれば、それが、今度は AI の進歩につながると。で、普通はですね、収穫低減って言って、CP とか GP でもね、だんだん世代が進むと能力がこう差し入ってくるわけ。だから、AI の進歩もね、例えば、ハードの面で言えば差し入ってくる。ムーアの法則はもう一番いい例ですよね。ムーアの法則があるから差し入ってくると。だから AI は全然進歩しなく、だんだん進歩しなくなってくるだろうと。ところがですね、その AI が技術者、人間の生産性をアップすることによって、そのハードの改良を促進すると。つまりね、そうするとですね、これポジティブフィードバックになるわけですよ。わかります？その AI を生み出すハードウェアを AI が生み出すわけですよね。で、これがね、ハードの側面と。うん、ただですね、このシルマンはソフトの方がもっと大きいと。で、なぜならハードはね、今改善したって、ね、これが効果を表すのは、それができてからだろうと。それにはタイムラグがありますよね。うん、ところがですね、ソフトの方はね、今すぐにね、もし今ね、新しい発見ができたとするじゃないですか。で、そのソフト誰かが書いたとするじゃないですか。で、それまあね、ハギングフェイス、いや、GitHub、まあなんかに登録したらするじゃないですか。まあ、パッとみんなが使えるじゃないですかと。だから極めて早いと。だからソフトの方が圧倒的に早いというわけですよ。ですから、でね、僕が
ここで、ね、僕が誤解していたこと。で、多分小林さんも同じだと思うんだけど、ね。新しい AI の進歩というのは、新しいアーキテクチャの発見だと、まあ仮に思うわけよ。だから、例えば今トランスフォーマーで AGI に行くかっていう議論をするときに、ね。例えば小林さんは、なんか新しいもう一つがいるんじゃないかと、ね。これを発見しなきゃダメなんじゃないかというふうな論を立てるけど、ここのシュルマンが言ってるのは、そこじゃない。今のトランスフォーマーの改良を考えるわけ。で、どんな改良があるかって言ったらね、まあね、前々からこのトークン数を拡張するっていう話があったじゃないですか。今のトークンは、まあ、チャット GPT だってまあ 4K ぐらいだけど、あれは最高 32K までいくけど、クロードが 100K までいってて。で、この前紹介したやつは、何ですか。1ビリオンまで行くとね、ロングネットとかいうのね。そういう、だそういう、あれは、アーキテクチャ、つまり GP、トランスフォーマーを根本的に変革したわけじゃなくて、トランスフォーマーを早く走らせる、あるいはトークンの制限をこう緩めると、そういうふうなね、グラジュアルな進歩なわけですよ、うん。そこが今のところ重要だろうというわけよ。で、さらにね、さらにこれもそうなんだけど、あの AI のペーパー見たらわかるけど、実験やってるわけですよね。で、こういうアーキテクチャにしたら、いや、ここでこういう改良をしたら、こんだけ良くなりましたよって言ったときに、こういっぱい点をね、いろんなケースで計算してるじゃないですか。だから現実に計算せんといかんじゃないですかと。だからそのためにはね、で、やっぱそこで人間が介在してるから、そこでそれが AI がそれを補助してですね、いろんな計算をパラレルに計算させるととかして、要するに能率アップすると。だから、アーキテクチャの根本的な変更はないとしてもですね、今のままでも AI が、AI の発展を、推進するというポジティブフィードバックが働くというのが、まあ、彼の主張ですよ。で、新しいアイデアが出せるかどうかみたいな話になってくると、これは AI が独自に自分で物事を考えるみたいなね、これは相当、先、相当ったって、まあ、数年先の話になる、だろうと思うんだけど、まあ、当面はね、今みたいなような話で。ですから、まあ、結論は、こういうことが、インテリジェンスエクスプロージョン、知的爆発の非常に具体的なイメージだっていう話を、まあ、3時間にわたって、まあ、その他のこともいっぱい言ってるけどね。うん、なるほど。面白そうじゃないですか。本でも書いてくれたらいいんですけどね。あ、これね、これだけでね、もう、だってね、7時間って言うたらね、普通本をね、喋る本、オーディオブックあるじゃないですか。あれってね、長い、いや、普通、7時間って言うの短い本、7時間ぐらいね。長い本だと10何時間ね。ですからね、短い本に相当するぐらい喋ってんのよ。いや、だって、あれでしょ？面白い話だと思いますよ、具体的に。知能爆発が起こりつつあるっていうのを、ちゃんと抑えていくという話ですよね。うん、細かいコンポーネントに分けてね。うん、で、よく見てみたら、どこがちゃんと起こってて、どこがボトルネックかみたいなことをこう、見ていけるわけですよね。いや、いいかな。で、実際、このカール・シュルマンさんによると、今もう起こり始めてるっていう感じなんでしょうかね。いや、それが始まりつつあるというところですよ。始まりつつある。うん。それは確かに体感にも一致するような気がしますけどね。で、今ね、本の話。ね。この書き起こしはあるわけ。ね。で、僕はね、このチャット GPT に詳しくて、これを本のスタイルにしてくれて書いたわけ。本ならまずね、長すぎてダメなわけですよ。だから短く分けてね、入れたらね、この短いのをそれぞれ本にしよったわけよ。だからそれは具合悪いよね。だから、つまり第一章第二、で、第二章の場合に、これが第二章だよって、第一章はね、君は忘れたかもしれんけど、こういうふうなこと言ってるんだよっていうことをまず、忘れたかもしれない、うん。で、これを読んで、
で、今、君が第一章でこういうことを言ったということを踏まえて第二章を書いてくれというふうに、プロンプトを工夫すれば、まあ本になるんじゃないかと。やっぱり喋り口調じゃなくて、本口調になるんじゃないかと。いいですね。だけど、状況もどんどん変わっていくから、一年持たないですね、その本ね。あともう一つあれですね。この知能爆発の始まりだとはいえ、その先、ちゃんと爆発するかどうかはまだわからないんですよね。どこかで雪になって止まるかもしれない。でね、それがね、やっぱりね、GPU のね、生産具合なんかにもよったりして、今ね、遅れてるっていうのはね、GPU が品不足なんですよね。はいはいはい、だから今のね、ポジティブフィードバックの働くところに、その、ブレーキがかかるのは、その GPU 不足みたいなところですよね。うん、で、あと、言語モデルの側がね、今のアーキテクチャでいいのかと、根本的な何か革新が必要かどうかというところも、まあ、オープンな問題だと思いますけどね。いや、まあ、そうですけど、当面はね、今行けるところまで行くというのは重要だと思うんですよ。で、今まだ限界に来てるかどうか、わかんないわけですからね。で、そのターゲットはすごい明確で、そのプログラム自体、コンピューター自体がコンピューターのプログラムを改善するというループに入るという。まあ、そこまでいけばもうね、ハードテイクオフですよ。そうです、そうです。だからそこまでソフトテイクオフなんですよ。目標だという意味では。うん、あれですよ。ターゲット明確という意味で、非常にこの取り組みやすいという感じはしますけどね。それに向けてだけ頑張るんだったらね。いや、だから、オート GPT とかコードインタープリターの方向で、もうなるべく、プログラムだけで、プログラム自身をこう書き換えていけるようなところにアプローチしていくっていうのが、もしかしたら今のいろんな話の中では一番有望な部分かなっていう感じもしますけどね。7時間ちょっと頑張って見てみますかね。しんどいですね。後半はね、後半がまた面白いわけよ。後半はね、AI テイクオーバーって AI がいかに乗っ取るかっていう詳細な手法を研究してるわけや。さらにね、今のね、知能爆発の中でね、こういう議論もあって、人間の脳の話があってね。で、人間は、巨大な脳を獲得することによって、まあ、これが、進化的に有利であると。ほんなら、そのインタビュアーがね、それならなんでもっともっと大きな脳を作んないんだって言ったら、まあ人間の場合はね、無理なんですよね。参道を通れないとダメだから、おうん、ここで制限がかかってしまってるんですよ、うん。ところがね、もっと脳の大きなやつがおってね、クジラがそうだっていうわけよ。おうん、だけどね、クジラがなんでダメかっていう話をしてね、それはね、手がないからだって。おうんでね、手っていうのが極めて重要だって。おでね、人間の手って、これこの前も話になったけど、ものすごくね、早いのね。うん。で、早くてしなやかですよね。そう。だからね。強さと弱さとどっちもあると。いろんな人を、雇うときにね、普通ね、頭のいい人を雇うと思うんだけどね、手先の器用な人だけを集めると。で、AI が今ね、一番できないことって何ですかって言ったら、手先の器用な作業ね。ロボット見たらわかるじゃないですか。セイキャンとか。あんな武骨なね。確かにね、コカ・コーラの瓶掴んだ、中継とさ、缶掴んだって言うけど、こんなものが来てね。ここからゆっくりゆっくり来て、あれ、倍速かなんかで送ってるから早く行ってるよ、見えるけど、本当はね、ノロでしょ。だから人間あんなね、ノロしてない。だから、ね、人間が、機械にね、今圧倒的に勝ってることはね、脳の力じゃないんだって。フィジカルの力なんだって。体の。特に手。だから僕、将来的にはね、手先な器用な人は残るんじゃないかって。いや、職人芸みたいなものね。まあ、それもだけど、どこまでかはわからないですよね。10年持つんか、2、3年で追い越されるのかと。2、3年ってことは僕はないと思うんや。まあ、そうかね。微妙なところでね。これはこの前も議論になりましたね。ええ、そうです、そうです。
瀬野浩二さん、なんか言いたいことありました？いや、ちょっとピンとこなかった。いや、グッドが言うようなことが起きちゃったら、本当に指数関数的に加速しますねっていうことなんですけど、今の現代版の方はなんか、察知ってきちゃうのを人がなんか、仕事が早く効率的にできることによって補いましょうってことで、なんか、ドカーンっていうなんか爆発みたいなのが起きそうな感じはどうかなっていう疑問。指数関数だけど、それの係数がいくらかっていうだけの話でしょ。で、彼はね、さらにね、こういう数値まで言ってんや。AI が人間の仕事の、能率を 50% から 100% アップすれば、の爆発が起こると言ってるわけで。僕の体感はね、ね、50% か 100% どころかね、ね、1000% ぐらいアップしてると思うわけよ。だけど、まあ、それはね、要約とかそういうことであって、要約は確かにそう。だって、このシュルマンのね、7時間のものを要約しよるんだからね。はい。じゃあ、そういうことで、また引き続きと、議論していきたいと思います。はい。